3問目は松井樹里奈。私は北川涼波ちゃんです。可愛いね涼波ちゃん。いつもおとなしい北川涼波ちゃんですが、私が最近涼波ちゃんに言われてめちゃくちゃ嬉しいことがありました。それは何でしょうか。なるほど、嬉しい、いいことですかね。まあそうだね、はい、いいことだから。はい、しかもこれ本当にジュリナしか知らないやつだよね。はい、私あの2人っきりの時に言われたんですよ。なんか先日2人っきりで取材がありまして、その時にボソッと言ってくれた一言。なんだろう書けました。初めてジュリナさんのダジャレで笑いました。嬉しいけどさ、初めて面白いやつがたまたまあって。正解は自分で交換を尊敬していますでした。北川さんはどういう気持ちで言ったんですか。ジュリナさんダンスうまいし、おしゃべりもうまいからすごいなって思います。やっとかわいい。いやまだまだまだ早い。出てきますね松村さん。まあじゃあ松村さん、はい、あのジュリナさんじゃない人に私は言ってるとこを見たり聞いたりしたことあるんですけど、もしかして誰でも疑惑も言ったことはあるよ。私も他の人の名前、やだありますよね。あれ、まあ、ある。じゃあ涼波ちゃんは好きなメンバーとか、そう尊敬してる先輩には自分の自撮りを送るらしいんです。何それ。涼波ちゃん意外にそうやってこびっちゃう子。ジュリナさん来ました。ちなみにジュリナさん自撮りの写真もらいました。もらってないです。あれ、はい、例えば誰に送ったりしてるんですか。K2 さんの高木愛菜さんとか。あ、仲良しだったよね。何人もにも言ってるって言ってたけど、なんかやっぱ一番とかあるじゃないですか。なるほどね。これちょっと聞いてみます、その際ですから、うん、やっぱそういうのすごい気になります。一番は誰なんですか。一番はゆっこさんです。残念です。全然違いましたね。ゆっこさん、ゆっこさんなの。じゃあ2番は、2番は今なさん。3番まで聞いてもらった。 S3 に入ればね。は古川愛理さん。もうやめとこうか。これ持って帰ってね。古川愛理さん